はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ストランデッドディープ、こちらのゲーム実況をやっていきたいと思います。で、前回ですね、なんとか救命ボートに乗って他の島に行くことができました。なんですけど、まあ、毒が原因でね、死亡しましたので、今日もですね、まず毒消しから作っていきたいと思います。ちょっとね、毒ナイトも、毒ナイトじゃないね、毒が原因でね、死んでしまいますので、そしたらね、ちょっと久々の操作なんで、毒ね、あるよね。で、体力もちょっとまずいんですけど、そしたらね、なんだっけ、ボタン、あ、久々にやるとちょっとボタンわかんなくなってるな。ちょっと待ってね、クラフト、あ、これか。ですね、消耗品、これかな、アロエランコ、いや、ピピーの、あ、これこれこれ、毒消しね、毒消し、ココナッツ水筒とピピー、ココナッツ、またココナッツ水筒。というわけで、枝というかね、探していきましょう。まず新芽ね、まあ、この間夜見た感じはいっぱいありましたので、まあそこは大丈夫かと思います。なのでココナッツ水筒はできるでしょうとは思いますが、だよね、思いますが、あ、ユッカの木ね、これからも、繊維ね、取れますから、これも、ちょっとね、砕いていきましょう。はい、違うんだっけ、あれ、あ、はいはい、繊維ね、繊維、あ、あるあるある、あ、あるあるある。で、3つ出た、じゃああと1個じゃん。おーし、よしよし、いいよいいよ、あ、で、あーし、できたそしてココナッツ取ればココナッツスイートができますね。オッケーオッケー、はい、オッケー。そしたらピッピッ、お、4つ出てる ?4 つ出てんのかな、お、4つ出た。はい。そしたら、クラフト。まず、縄。はい。そしたら、ヤシの実。ヤシの実。あ、あるね。ヤシの実ある。はい、登って。ん?あ、スペース長押しで登る。はい。で、上。ちょっと高い木だな。で、これで、取るときは?取るときどうだっけ ?E でいい。はい、OK。他もない。他もないね。はい。じゃあ、降りましょう。降りると気をつけないとね、足折れるそうです。まあまあまあ。まあ普通なんだけどね。普通なんですけど。はい、OK。そしたら、クラフト。ココナッツスイート。これめちゃめちゃ苦労したココナッツスイートね。はい。できた。で、ピーピーだ。あ、やべえ。ピーピーないよ。向こうの島、あ、苗木はね、あるけど、ピーピー探さないとまずいね。お、お、お。はい、出ました。1個かな。ピーピー探さないといけないのか。石もね、あるけど。はい、ちょっと石も拾いながら、ピーピーどんなんだったっけあ、ヤシの苗木ね、苗木はある、苗木この島豊富ね、なんだけど、あ、カニいるよな、巨大ガニいるよな、ピーピー、あ、わわ、生えてるやつ、そうじゃない、それ、そこそこそこ、違うかな、あ、カニ来てる、カニ来てるかな、カニ来てるかな、カニ来てる、カニ来てる、カニ来てない、後ろ来てない、カニ、来て、大丈夫か、大丈夫か、これかい、アロエ、違う、ピピじゃない、ピピどんなんだっけかな、ピピないと死ぬぜ、ヤシ、あ、スクラップあるけど、あ、もう持てない、ちょ待ってね、多いな。そしたらね、木の棒置きます、あ、ちょっと石器まで置いちゃったけど、そして石ね、石もいらないね、で、厚板もいらない、アロエもいらない、繊維、まあまあこんなもんでいいのかな。そしたらね、ココナッツと、まあハンマーも今はいらないんですよね。で、石器、石器、石器どこに落としたいつもこれ、石器どこに落とした、あれかな、違う、これ違う、あ、じゃあね、じゃあいいや、もう作るわそしたらね、石器ね、はい、そして、構えましょうか、石器ね。じゃあピピピピ探さないとまずいわ、ピピで、カニいるな、カニいるけど気をつけて、ダッシュ、あ、そう、ダッシュできるのを知りました、シフト押しながらでダッシュできるって初めて知ったよねピピピピどっかにないか、まあ、植物なのは間違いないんでしょうけど、どこだろう、いや、あ、まあちょっと今のうち苗木も集めときましょうか、後々必要になりますんでね。ボタンないかな、ピピね、苗木ほんと豊富この島はね。あ、今画面右上じゃない、左上、これピピかな、アジュが違うんだよな、ピピないね、
苗木ほんと豊富、この島をね。いくらでも作れるわ。はい、苗木ね。今度苗木拾いすぎてさ、じゃあちょっと定期的に縄にしていこっか。定期的縄。はい。ピーピーないかな。ピーピーないと死ぬよ。で、じゃあ夜寝よ。テント張ったもんね。テント作ったんで、うん、キノコ。で、あ、カニ寝てる？あ、カニ寝てるんならさ、って言って、前回それでね、やっぱりダメージ食らいますんで、ダメだよね。とりあえず、今日は毒直しましょう。最後に一文字噛んだんだけどね。毒直しましょう。ピーピーない。ピーピーないよ。カニね、カニ寝てるけど。ピーピーないんだけど。まずいね。ピーピーないともう何もできんよ。お？ココナッツ転がってる？お、ココナッツ転がってる。あ、木切った時に転がったんかな。まずいよ。ピピがないよ。そして、今、いらないものをね、ちょっと置いていきましょうか。アジュがいらない。で、木の棒もいらないね。はい。で、石も今はいらない。あ、7つもある？え、7つもあんの？そしたら縄。で、先に、じゃあ、キャンプファイヤー作っちゃおうか。まあ、石3つぐらい必要って言ったっけ？確かね。今、全部置いちゃったんだけど、石ね。はい。じゃあ、キャンプファイヤー、まだね、カニ倒してないんで、いらないんだけどね、本来はね。じゃあ、クラフト。キャンプファイヤー、キャンプファイヤー、こっちかな。あ、木がいる。石3つだけどね。じゃあ、待てよ。そしたら、木か。木はいっぱい持ってきたと思うんだけどな。あ、あるね、あるね。1、2、そして、あ、あるある、いっぱいあるわ。3、4。はい、OK。そしたら、キャンプファイヤー作りましょう、まずね。キャンプファイヤー。そして、まあ、この辺に建てようか。はい。そして、ファイヤーピット。はい、OK。そして、火起こしするやつ。どれだっけ？シュ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 ってやつ。こっちじゃない？こっちかな？ない？あれ？どこだ？上の方にあったんだっけ？上の方かな？松明つってました。あ、焚き付け。あ、これだわ。木。やっぱり木。木あるよね、あるよね。うん、オッケーオッケー。はい、木ある。だけど今日ちょっと一回寝よっか。もう夜だもんね。長押しで寝る睡眠。はい、まず寝ましょう。セーブはまだいい。毒消しがピピ見つかってないから。そして、起きたら、焚き付けね。起きたら焚き付け。焚き付け。はい。で、これかな？はい。ファイアピット E で、長押しね。はい。で、シュ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 。ちょっと明かりがないとね。おい。そして、今、いらないものを置きましょうか。はい。縄も今は、いいです。で、繊維もまあ今はいいんだよね。こんなもんかな。で、ちょっと、健康値は？あ、喉乾き始めてきた。ちょっと待ってね。そしたら、ココナッツ。ココナッツ置いて、そして、ナイフ。はい。はい。で、これ拾って、ココナッツ。で、これね、まず飲みますよ。で、飲んで、これどうやらですね、食べれるそうです。斧で叩いたら。おーおーおー、これ今まで知らなかったんですよね。ずっと捨ててたでしょ。で、食べるよ。どう？あんまり増えてないように感じるけど。うわ、ちょこっとですね。メーター半分ぐらいかな。そっか、でも一応食べれるよというのは分かりました。じゃあね、ピピ探そう、ピピ。ヤシとかさ、まあ、ここら辺はいいんすよ。アロエとかね。ピピがない。ほんといっつもピピがない。あ、カニ向こうにいるね。で、苗木もね、集めますけど、いやー困ったね。そろそろ腹減ってくるよ。まあ、ココナッツあればね、ある程度はね、1メーター分ぐらいはね、補給になりましたけど。いや、暗いな、まだ寝たけどね。まあ、ちょ、ピピ。あ、ちっちゃいカニいる。あ、ちっちゃいカニいるじゃん。ちっちゃいカニいるじゃん。そしたらね、はいはい。あ、倒した？倒した？オッケー、倒した。そしたらこっちもちっちゃいカニいるね。オッケーオッケーオッケー。ち
ょっと水中に行っちゃうんだけど、よし、よしよしよし、拾った？水中に、あれ水中に流されてた。おいおいおい、ちょっと待って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 、嘘、ちょ待って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 、どこよどこよ、これ見えないんだって、見えないの水中。もう無駄にダメージ食らったから。どこにいる？どこにいる？見えない、見えないわ。ちょっといいわいいわ、いいいい、ちょ待って待って待って、死ぬぞ、ほんと死ぬぞ、やめろってやめろって。でピピないかな。いつもいつもね、向こうの島ではいらねえって言ってたんだけど、こっちでは一番重要なのピピ今のところね。はい1000円いい。はい、こっちもね苗木。あ、ちょっと待ってよ、じゃあカニ一匹倒したんなら今のうちに焼いとこっか、時間かかる。何、ちょっと待って、ダッシュダッシュダッシュ、何後ろにいた。来てる、ちょっと待って待って待って、アジュがアジュが、うううう、カニいる、でっかいカニいる、でっかいカニいる、ちょ待って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 、聞いてねって聞いてねって、また死ぬぞ私は。ちょ待ってって、石拾いながら、うちょ来てないか、本当に来てないか、もうやめろよ、本当やめろよ、来てないな。はあ、そしてちょっと怒ってるね。カニね、カニ、これカニ置いて、そしてナイフが必要なんですよね。でな、あ、な、あ、長押しか。長押しね。で、長押しでカニさばいて。さばいた？はい、さばいた。で、はい、OK かな？ OK、OK。はい、そしたら、カニの身持って、取り付ける。長押しね。で、どうやらですね、これ、トタンとか、こういうの持って、トタン持って、ここには1個しか置けないんですって。ここには1個しか置けないけど、こう、トタンとかを、うまくこう利用したら、カニの身うまく置ける、置ければね、置ければ焼けるそうです。ちょっと今多分ずれてるけどねというので、あ、ずっとピーピー言ってる。あ、まずいまずい、いや毒があんのよ。クッキング、いやクッキングいいんだけどさ、いやちょ待って、どうしよっかな、どうしよっかな、今日も厳しいぞ。ちょ待てよ、まずでこれで拾って、まずね、落ち着けよ落ち着けよ、今すげえ慌ててるぞ。で、メーター的にはちょっとまずいね。じゃあ飲もうか。はい、飲んで、落として、で、また砕いて、食べて。はい、食べて。砕いて。はい、食べましょうか。ピッ、ピッと。はい、そして、はい、これね。お腹は、やばい、死ぬぞ。死ぬんだけど、はい、ココナッツ2個食べました。いやー、もうカニのさ、追撃があったせいでさ、予定狂っちゃったんだけど。アジュガーとかいらないんだけど、ピピ泣くね？ピピないでよ。死ぬぜ。もうカニのせい、あれカニなければ今日順調だったと思うんですよね。まだね。どこだろう。なんで後ろカニ、後ろからやだカニ。同じこと言ったけど。ピピねえのよ、ピピがよ。はい、ちょっと待ってよ。で、まあまあ繊維はすごいある、この島繊維はすごいあるんだけど、今これじゃないのよっていうね。はい、ピピあればそれあるだけでもう私はとりあえず今日のミッションは終了。ミッションじゃないけどね、健康メーターはねある程度いいと思うんだけど、ピピがないっていうね。ないな、本当に内側にもないしさ、まあ島の外側なのかなとは思うけど、ないな。ユッカじゃないのよ。ピピって結構前拾った時外側にちっちゃいの。わ、カニね。これ違う。おいしい、カニ来てない。大丈夫か。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。はいはい、ジャンプして。はいはい。ピピないか。あ、カニ、あ、カブニ、うん、布切れある。来てる。ちょっと待て、マジ死ぬぞ。やめろって。死ぬぞ。もうカニのせいでさ、死ね、もう死ぬね。ピピがないのよ。ピピが、繊維落ちてるよ。繊維落ちてるけど拾えないわ。はい。はいはい。繊維はすげえあるけど、これ苗木ね。いやー、ピピ、向こうの島から持ってくれよかったね。そしたらね。死ぬぞ。うわー、死ぬね。死ぬねなんだけど、どうしようもないもんね。ピピ1個が
な、ほら、あんなとこにカニいたよ。あれのせいで死にかけたんでしょ、こっちがね。ない繊維、ピピはない、ピピない木の棒。ないね。本当にないね。これ違う、あった、あっ、嘘、あった瞬間に後ろからカニ。もう、ほんとやだ。死因は毒です。違うって。あー、でも、ピピ、海側にありました。というのが分かっただけでも、私にとっては収穫かな。じゃあ次回は、すぐにココナッツスイートを作ってピピで、毒消し最優先。そしたらセーブしましょう。とりあえずね。はい。という感じで今日は一回ここで区切りたいと思います。では皆様、ここまで動画を見てくださってどうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。